はい、皆さんこんにちは。えー、レックの吉沢と申します。よろしくお願いします。えー、日商簿記一級の、えー、パーフェクト講座の方、アドバンス講義ということで、えー、アドバンス講義のご案内をね、えー、させていただきたいと思います。ねえー、よろしくお願いします。 まあ皆さんいつもながら私ねえ何回も1級の合格賞え皆さんにねお見せしたりしてると思うんですけど相変わらずすいませんえ受験させていただいておりますねまあこんな感じで皆さんね是非合格賞手にしていただきたいというのがありますんでねまあそういう意味でもあのアドバンス講義ですねえお話をさせてくださいね ということで、えー、レックの方ですね、2024年、えー、の検定向けということで、ちょっとね、ご案内をさせていただきたいなというところです。で、こちらがですね、2024年度検定向けというところで、あのー、まあ、日照簿記1級ですね、簿、ま、記、あの最高峰と、えー、言われるものなわけですけど、 まあこれぜひね一、えー、人でも多くの方合格賞、まあ、手にしていただきたいなというふうに思います、まあ、先ほどね、えー、私の合格賞、えー、皆さんに見ていただいたようにですねあの私みたいなおじさんが受かるわけですから、まあ、皆さんね決して、えー、できないっていうことはないですから、うん、ただあのね最高峰と言われるだけにですね、まあ、日照簿記一級、まあ、いわゆるあのー うーん合格率なりですね皆さんホームページで見ていただいたりしてお分かりかなと思いますけど、まあ、近年ではあの税理試験の募金論よりもですね <laughs> 日商募金級の合格率の方が、まあ、10%前後なんていうところでちょっと厳しいという話はあるかなと思います。ね、でも変な話逆に言えばですね合格者がいないわけではないんですから。うん だからせっかくね日照武器3級なり2級やっていただいてでね、えー、そのまんま、まあ、税理士とか公認会計士の学習される人もいると思うんですけど、まあ、せっかくですから忘れないうちにですね日照武器1級、まあ、チャレンジしていただけたらなというふうに思います。 まあレックの方では正直言ってですね、あのー、値段まあ、金額価格これね、えー、もっともっと安くできればね一番いいと思うんですけど、まあ我々としてはですねやはりいわゆる適正な価格ということで、えー、お願いをしていただいておりますね。まあ、あとはこの合格お祝い金とかね、えー、こういうのもぜひえ皆さんね手にしていただきたいなというふうに思います。 ですかねで、えー、このパンフレットの中見ていただくといろんな一級の、えー、話が出ておりますただあのー、ねまあレックの中で合格しましたみたいなね、えー、話とか体験記、えー、お寄せいただいたりというところではあるんですけどね、えー、この方なんかもですねんなんかここに書いてありません最初のところにここにね定年退職まであとわずかとなりなんてね書いてありますよね。 そういう、ね、ご年齢の方でも、ね、合格できるんですから。ね、であと、えー、日照簿記1級の場合4科目まあ一応科目的にあります。ですので会計公募原型です、ね、まあ一応学習上は紹介で、えー、一括りで公募原型で一括りにしてますけど実際本試験ではあ,のあくまでも、えー 商業簿記いくら頑張っても25点配点会計額もいくら頑張っても25点配点というところで、まあ、4科目で100点満点なわけですね。で、えー、1科目最低でも4割以上、えー、取っていただかないといけないということですから10点以上取ってないといけないんですね。ですから、まあ、4科目で40なんですけど最低でもね。 だけど、まあ、それでは七十の合格ラインに達しませんので、やはりあの得意・不得意。ありながらも、あの合格ライン、ねえー。取っていただくためには、一科目平均、だいたい十八点ぐらいをですね、えー。取っていただかないといけない、ということになるわけですね。なかなか平均的に十八点というのは厳しいかなと思いますけどもね。 でさらにあの次の、ね、ページ、まあ、デジタルパンフレットにもこれ乗っかってるかなと思いますんでぜひご視聴いただけたらと思いますけどあのこの中で特にね今日お話をしたいのはそのパーフェクト講座という中でベーシック講座と。でこのベーシック講座は勝負会計33回公募限計33回。 なんですけど全部で66回のところを、まあ、私が、えー、担当させていただきますこのアドバンス講義とといいううのは40回でやっていこうとただあの用いる教材自体はベーシック講義こちらと同じものを使いますからあのちょっとスピード早めにね講義を聞きたいとかまたはベーシックの復習っていう形であのご視聴したいとかっていう方は是非是非ね これ別々の申し込みをするわけではないのでこちらですねだからあの、えー、とレックで1級のこのパーフェクト講座申し込んでいただくとですねあのどちらでも選べる講義ということでご視聴いただくことが可能なんですね。で、で用いる教材自体は同じものですから。というのはあの結構ですねあの1級の講義自体ですね、まあ、レックの教材って、まあ、あの市販はしていす おりませんけども、あのー、結構2級までの論点っていうのが非常にね、えー、大事になるんですよ。うん、だから、まあ、今ね。昔に比べて2級のレベル上がってるって言うのがあると思うんですね。で、範囲も広がってるとまあ、そういう中でまあ、ね。せっかく2級まで勉強したんだから、1級取りたい。やっていう方も多々いらっしゃると思うんですね。だからそういう場合にですね。あのー、是非ともね。 えー、忘れないうちに2級内容を忘れないうちに1級チャレンジしていただきたいというのがあります。ね、で、えー、まあそんな感じで、まあ、ベーシックの場合全66回で、えー、アドバンスは全40回の内容で講義をさせていただいております。40回ですからまあ1回2.5時間ということですからそんなにね回数が多いっていう感じではないと思うんですよね。 で、さらにですね。レックの場合、あの東レンも結構充実しておりまして、開放パーフェクト答練ということで、これいわゆる分冊ごとの復習の答練ですね。で、これもぜひ、えー、紹介で3分冊分公募原型で3分冊分とえな。ところで全6回の内容になっております。で、あと、まあそまとめの講義とか。 で、またあの下にトレーニング問題解説講座。これちょっとね、誤解されるといけないんですけど、別にこれ私あの担当させていただいてるんですけど。あのアドバンスの方が勉強していただくというか、見ていただくというものとは違います。あのあくまでもベーシックの方であろうと、アドバンスの方であろうと。まあ要はあの一級を試験、実際ですね。あのネット試験ではないんで、一級については。 ですからペーパー上の試験ですから実際計算用紙にあそんな感じで先生ってメモして解いてるんだっていうのを見て欲しいんですよあの全く私と同じようなメモにしろなんてそんな風には思ってないんですよ全然ね。うん でなんか下の方にね、えー、これベーシックは初めて学習する方向けとか学習経験者向けとか何かありますけどあ全然あの初めて学習する方でもね2級までの復習が結構あのしり、えー、できてるという方については全然アドバンスの方でで学習してていいいいただいてもいいと思うんですよねだからそもそも選べる講義ですから。うん、っていうことですので。 でさらにあのレックの場合ですね登壇が充実してるっていうのはこれ試験向けの合格登とってやつですね、えー、まあ3時間というのは紹介1時間半90分ですねで、えーまあ、公募原型もありますんで,でそれぞれ全,全体で全10回と紹介5回分公言5回分ですかねということになっております。であとは公開模擬試験ですね でまあ、その上で1級の本試験を迎えていただくと、まあ、32級のネット試験とかですとすぐにねあの発表が出てくるかなと思うんですけどあのこればっかりはね1級の試験ということでもあるんで、まあ、ちょっとね、えー、1ヶ月もうちょっと2ヶ月ぐらいですか、えー、まあ試験受けてからですね発表までというようなところはあるかなというふうに思います。 というのが、えー、こちらのマレッククの、えー、パーーフェクトコースとというところですね。であと、えー、ちょっとお話をしておきたいのがそのトレーニング問題解説講座っていうようなところでこれはですねぜひねあの別にベーシックの方はどうとかアドバンスの方がどうとかそう,そういうんじゃなくて問題を解いていく中で要領なりコツなり これはどうしても試験である以上はですね。あの。無視できないんですよ。やっぱ時間っていうのを常に意識していただくのと。あとは配点っていうのをやはり意識した上で回答を出してほしいと。 これやると分かります以前ですね受講生さんの中にいらっしゃったんですけどあの90分という中で消防会計問題解いてるとですね商業簿記であの PL とかの総合問題解いてるともうそれでなんか1時間以上かかっちゃうっていうご質問いただいたりするんですけど基本は商業簿記だって会計額だっていくら頑張っても25点25点なんですから。 うん。だから基本は45分45分というイメージでいないとダメなんですよ。もちろんそれは問題の中身によってっていうのは当然あります。だから最初の段階でもういきなり商業簿記やろうじゃなくて会計学の問題も目を通した上でまあ強みと言いますけど目を通した上で。 じゃあ商業簿記にこのぐらい会計額にこのぐらいっていう時間配分というのはこうぜひぜひね意識していただいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。ということですね。よろしいですかねでこの日照簿記って簿記の,の中ではほか、まあ、にもねいろんな簿記の経営試験というのは系列あると思うんですけどやはりその中でもメジャーとされているものが日照簿記なんですね。 でまあ就職だったり、まあ、いわゆる転職だったりっていう時には非常にね役に立つ資格というようなところがあります。ですから、まあ、ぜひぜひね一人でも多くの方、えー、チャレンジをね日照募金を行っていただきたいなというふうに思います。で今日は一応アドバンスっていう話がメインのところではあるんでちょっとこれスケジュール見ていただきたいんですけど。 えー、パーフェクト講座の中でも、アドバンス講義っていうのがあります。でこれは、私が消防会計、公募原型、す、え、べ、ー、てを担当させていただきますけど、これで一級の第一から第三分冊までの論点ですね。えー、第一分冊が第七回まで、で第二分冊がずっと言って十三回まで,で、残りが第三分冊という内容ですね。 で、もちろんこれだけでは1級の合格にはなりません。ですから、えー、当然工業簿記、原価計算の話も、えー、私は行っていきますけどそれが、えー、第1回から工業簿記ですね原価計算第5回までで第1分冊の論点で、えー、第2分冊論点が第10回までと。でその後第18回ですねちょっとこちらに え見づらいと思うんで移しますけど、えー、第10回までが第2分冊っていうところでその後ですね、えー、第18回と。で特にあの2級あたりまででは、えー、11回あたりまでの論点っていうのはあの少なからず2級まででもあそういえばそういうのやったっけなみたいな直接原価計算と、ねえー、そういった論点は見てるっていう方もいると思うんですね。 ただ、その後のいわゆる利益計画と予算とか意思決定会計とか戦略的コストマネジメントなんていうのはこういったような論点についてはちょっと2級では触れていない論点なんですね。まあ、だからってじゃあ1級の試験にその、えー、と第11回12回ですか12回以降の論点しか出ないかっていうとそういうわけではないんですね。うん だからやっぱりね第1回から第11回までの論点これ丸々2級と同じではないですから当然レベルは上がってきますんでね。ならそういったことも含めてねら結構2級の内容も踏まえた上で1級プラスアルファとどっちかというとですね2級までの論点というのはいわゆる結果の会計、まあ、いわゆる簿記の目的の ね、内容である財務諸表作成目的とっっていった話が中心なんですねだけど企業って当たり前なんですけどじゃあ来年の方針を決めていこう再来年の方針決めていこうと、ね、これから10年先こういうふうにあってほしいというようなことでやっぱ将来会計にいいますけど、まあ、先をね意識していくわけですよ。 例えばあのここに意思決定会計ってありますように、まあ意思決定の中にもいろんなものがあるんですけど、あのいわゆる企業がお金を出して新しい機械を導入しますと、で新しい機械を導入するっていうことはやっぱあの機械ですから当然あの耐用年数といったようなものがありますね。でそういったものもやっぱ考えた上で将来会計ですね。これから先 えー、5年先までどんな感じのキャッシュフローとどれだけのお金が入ってくるどれだけの維持費等ですねお金が出ていくと、まあ、そういったようなことを考えながら設備投資といううのも行うんですね、うんまあ、こういうのを戦略的意思決定と言いますけど、まあ、そういったような話もひっくるめてあの公募原型ですすねやっていきますだから当然1級ならではの当内容もね、えー、当然あるんですけどやはり3級、えー、ごめんなさい 工業簿記は二級以降やりますね。ですから二級でも習ったような話、これも繰り返しというようなところになります。ね。まあ若干ね、アドバンス講義の場合はちょっと先生スピーディーにって思われるかもしれないですけど、まあ別にね、あの二級までそこそこ学習していただいている方においてはいい復習にもねなるんじゃないかなと思いますんで、まあそういう意味ではぜひね一、えー、級ね。 チャレンジしていいたたただけたらありがたいなと思いますということで、えー、今日は簡単ではありますけれどもアドバンス講義ということで、えー、レックにはこういう選べる講義があるということをですね、えー、ぜひぜひね、えー、ご認識いただいた上で一人でも多くね、えー、結局は、まあ、どのような学習をしたとしても日照簿記必休合格をね手にしていただけたらありがたいんじゃないかなというふうに思います。 ということで、えー、今日の、えー、ガイダンスここまでにしたいと思います今日のご視聴ありがとうございました